高知県の遠農販売事業本部を通じてですね、全国の卸売市場へ出荷されております。はい、こちらが、農家さんの方が、補助の方からで、収穫したものを出荷をこちらへしてきます。でそちらを、ヨレコの作業場の中で、次の切る順番に応じていってですね、で順番に荷造りの方をしていくというようになっています。以前はですね、業務需要が主な消費ということでしたが、最近はですね、一般消費者向けにもですね、消費を伸ばしていこうということで、毎年、消費地へ出向いてですね、消費宣伝ということで調理の仕方なんかを教えるというか、知ってもらうというようなことで、消費拡大に努めてます。